BTU アニメラボー、イエ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 イ、パンパンパンパフー、フレデマスです。バトンガイです。小林ゆうらいです。ねえ、言われるところ、言わせてもらえます。バトンガイです。ゆうらい松井です。バトンガイです。ゆうらい松井です。透明ローヤー。はい、じゃあ行きましょうか。はい、ワンパンマンの感想でございます。はい、はい、今回のワンパンマンはですね、まあ、ヒーロー、試験に受かったものの、うん、C 級ヒーローは1週間活動しないとクビになってしまうよということが判明して、うん、頑張って、手柄を稼ごうとするけど時間切れになりそうなところを音速のソニックが暴れてくれたおかげでセーフでしたという回と、うん、あと若め魔獣が現れましたという回でしたね。はい、はい、あれですね、若め魔獣の回はね、村田版オリジナルらしいですね。へえ、そうなの。だから僕話知らなかったんですね。うん、うん、ただ結構その、ヒーロー、オリジナルのヒーローがいっぱい出てきて、なんか、埼玉が戦っちゃうと一瞬で終わるじゃないですか、うん、だからオリジナルヒーローが戦うとちゃんとした戦闘シーンが描かれるのでとてもいいと思います、うん、確かにね。よかったよかった。剣の人ね、バネヒゲ、剣の人がバネヒゲ、バネヒゲと、まあ、ゴールデンボール、黄金ボールか、はい、まあ、金玉、バネヒゲさんがさ、呼ぶときにさ、はい、あの普段黄金ボールさんつってんだけど戦闘の最中で忙しくなって一瞬で呼ぶときに黄金って呼んだのがちょっとそこなんだ。そこなんだ。そう呼ぶんだ。でもなんかすごいジャンプっぽいなと思って。ジャンプだった。わかりやすい。あいつらかませなんだろうな思ったけど。ね、だって顔だけ出たやつがベジータの金髪みたいなやついたよね。いましたね、足の方に。わかりやすく。あれ超気になった。M 感が強かったから。強かった。いやー、しかしあれですね。結構ね、前倒しでキャラが出てるなっていう感じがします。そうなんだ。なんで。話が結構前倒して今後進んでいくんじゃないかなっていう気はしますね。なるほど。いいところがあるんですよ、この後言いませんけども。言わないですね。また言われちゃうよ。でもやっぱヒーローがいっぱい出てくると面白くないですか、やっぱワンパンマン。まあね、ジェノス君とか埼玉が活躍してるのも楽しいけど、うん、弱いんだろうな、かませなんだろうなって思うけど、まあ戦ってるヒーローたち、いいっすよね、影響。でも泣きはもう早く もっと有名になってほしい、埼玉。あ、うん、今のところ謎の存在でね。ちょっと上がるでしょうと。これは多分ね、大丈夫だと思うんですけど。あ、ダメなやつだよ、それ。一回言ってみよう。一回言ってみよう。埼玉さんなんですけど、はい、あの、本当はね、ヒーローって自己申告で協会に言わなきゃいけないんですよ。あ、そう、仕事の成功したら。でも埼玉さんは言わないんですね。システムまるで把握してないんです。そうそう。だからなかなか強く選ばれないっていう。今回でもね、なんか関節のパニックを。関節のパニック。ちょっと上がったじゃん、ね。なんかちょっとしか上がんなかったな。上がんなかった。あれは多分この後の報告だから。いや、っていうかタンクトップタイガーさんが隣にいたじゃないですか。あ、多分あれのせいかなっていう気がしますね。ちょっと、なるほど、まあ、ジェノス君が一緒にいるとお前の全部手柄になっちゃうから一緒に来るなって言ったじゃないですか、うん、ある意味それは合ってるっちゃ合ってるわけだね。うん、そうです、そうです。へえ、まあそうですね。だから埼玉さんは要はフリーでやってた頃の名残でずっとその説明書と呼ばない人なんだよ、あの人。そうだね、書類とか送られてきてるんですけど全部ジェノス君が代わりに読んでくれるっていう感じですね。うん、ジェノス君は伝えないんだ。伝えないっていう事故で、事故で、事故で、ギリギリで伝えてるから、うん、はい、そうですね。あとね、今回ね、吹雪さんと竜巻さんが出てきましたね、ついについにと言われてもわからないのですが、うん、まあ、要は、新キャストというか、エスパーの姉ちゃんと、あとなんか手下をいっぱい従えてた黒髪の姉ちゃんですね。あ、はい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 、誰やね、化け物って言ってた女の人ね。まあ、あの作中でも出てましたけど、竜巻さんは超強いエスパーですね。強い強いって言ってたね。で、吹雪さんはまあ、次回奥でも言ってましたけど、手下がいっぱいいる姉ちゃんですね。二人とも重要人物なんで、しかもあの、S級。結構、あれですね、あの、重要キャラですか、重要キャラの中で珍しく女性キャラで結構強い二人なんで、今後注目していきたい。埼玉と戦うの？そんな聞いちゃうの、先の展開。バンバン聞いちゃう。なんとか言わせようと思って。言わせたいんだ。ポロリをさせようと思って。それはあれですね、お楽しみですね。埼玉が住んでる市とかもね、ちょっと謎があるから。って言われてたんだ、うん、ね、あ、そうですか、だいぶ買い物大変だな、うん、あれはね、多分埼玉が倒しまくっちゃうから、うん、他に怪人がいなくなったのかなって感じですね。でも怪人出てはいるんだよね、うん、めっちゃ出るっていう、怪人がそう、だから怪人から人がいなくなったんじゃない、そこら辺の設定が多分ちょっとずつ出てくるのかなっていうね、うん、あ、そうですね、僕村田版はほとんど読んでないんで、うん、そこは村田版で語られてるのかどうかわかんないんですけど、うん、埼玉なんであんな強いの。めっちゃトレーニングしたの。めっちゃトレーニング100回したんだ1日、うん、あのヤスリートだったら大体やってんだろうなっていう程度のトレーニングを毎日欠かさずにやってたらああなったんです。武井壮だよ、武井壮。ああ、いや百獣の王ぐらいので
うん、そういうことか。好きな石持ち上げてたんだ。もしかしたら、あの超人がやたら出るっていうところにいるっていうのはもしかしたら理由なのかもね。かもしれない。そう、そういう場所に住んでるっていう。ホットスポット的なこと言ってましたし、そこに関しては何なんでしょうね。トレーニングをして。まだ明かされてないのに、アッピー。なんで先の展開そんなに言わせるの。すごい言わせようとするじゃん。今回でもさ、パンチすらしなかったね。あ、戦うかね。わかめと。そうですね。笑っちゃった、ついにと思って戦いすらしなかった。カット、大幅カットでね。カットして、あともうワカメ切って持ち帰っただけで。切ったのもどうしたんでしょう、ちぎったんですかね。鋼鉄ぐらいの硬さあるワカメをえぐって。で、茹でればいけるっていう、うん、食べてましたね、最後の方見たら、うん、ダンボール空になってたから、ね、そうですね。行ったんだーって行けんのね。でもね、発毛効果ないんですって、うん、そうね、ワカメってそう、俺も調べたから知ってる。なんで調べてるんですか。気にしてっから気使うんだね。はい、というところでいろいろいよいよ盛り上がってきたワンパンマンでございますが、はい、はい、次回も楽しみにしていきたいと思います。はい、以上、チャンネル登録とコメントよろしかったらお願いいたします。お願いします。はい、はい、ゼブラン松井です。コメントゼブラン誰だったんだろう、隣の人は結局わかんないよ。